周兵が今か今かとクロードを待ち構えている。最後の鬼が倒れた時、不意につづらの鍵が開いた。にわかに古武者の霊魂が姿を見せた。般若の手下が来るぞ。我が弓を用いて退けろ。日吉の湯は伊予の力を求める異敵どもに乗っ取られてしまっている。闇の弓を手に取り、伊予の手下を消し去ってくれ。闇のラス この巻物、何を書いたものだったか。クロードは神のもとへと続く道を見つけた。神の力を借りるため道を選ぶ。クロードは近くに怪しい力を感じた。そこにあったたくましき鬼の姿。闇ガラス。イオンの兵はついに倒れ、日吉の湯は静けさを取り戻した。こい、まだやらねばならんことがある。草自宅をするクロードだったが、不意に身の毛がよだち体を震わせた。打ち爪を取り戻すべく般若の手下が次々に現れた。
して呪いは解ける。クロードよ、我が魂は自由になったが、まだ情報